川下公園は札幌市白石区にある公園。白石区発の総合公園として1999年に全面オープン。札幌市の木であるライラックを世界中から集めて200種1700本を植栽したライラックの森があり、札幌市の委託を受けて札幌市公園緑化協会が1991年に策定した 河島公園ライラックの森基本構想に基づいて造成した。ライラック収集は札幌の気候に適した品種の選定を行い、多くはカナダのロイヤルボタニカルガーデンズから枝の供給を受けて、継ぎ木によって増殖した。他にはアメリカ、中国、ドイツなどからも収集している。また、ウィリアム・スミス・クラークがアメリカに寄贈したライラックの子孫も植えている。 札幌ライラック祭り川も会場になっているほか、各種イベントを開催している。リラックスプラザの浴室は温泉を組み上げて営業していたが、2009年に発生した温泉井戸ポンプ設備の故障により、水道水での代用営業が続いていた。調査し検討した結果、経年劣化により温泉管が破損していることが判明したが、 多額の修繕費をかけても安定した、輸量確保が難しいことなどから温泉での営業再開を断念し、水道水による営業継続を決めた。ありがとうございます。